どうもジョッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。新居に引っ越しをしてきまして、まあある程度ですね、生活が落ち着いてきました。前の環境で必要だったものが今の環境においては全く必要ないなって思うものが結構増えてきたので、まあ今回ですね、また断捨離をしようかなというふうに思います。前回の動画でも断捨離を実際に見せますっていうことをやってドン引きをしていただいたので、まあ今回もですね、皆さんと一緒にスッキリできたらなぁと。あとはミニマリストの実態、結構簡単に物を手放せるんだなぁとか、あの物への執着ってあんまないんだなぁとか、あとはその捨てる時の基準ですね、まあ先に言っちゃいますけども、迷ったら捨てっていうのをがどういうことなのかっていうのをですね、ちょっとこの動画でお伝えできればなというふうに思います。はい、ということで今回も断捨離パート2ということで、あなたと一緒にスッキリしたいと思います。はい、ということでこれが今の僕の部屋の現状です。部屋の広さは今7畳ですね。はい、じゃあまずはこっちから行きましょう。このカメラは必要で、ここら辺のカバンは必要で、このスマホなんかも必要と。はい、でこっちが経費類ですね。うん、こっちが経費類をまとめてるやつなんですけど、あれこれ3日前使ったばっかなんですよね。でも当分使う予定ないんですよね。でも、まあ、もしかしたら今後使うかもしれない。はい、これも処分です。この中でいらないものはないですね。はい、でもしかしたら本邦初公開かもしれない僕ん家のキッチンをお見せします。なんてことないんですけどね。はいはい、これが今使っているキッチンです。古き良きキッチンというか、いいか。まずこれですね。引っ越し直後、まだ水道も通っていなかった時に買ってたやつです。もうこれは、水道も通って、この浄水器もつけたし、これはもう普通に、もう使う予定もないので。ごちそうでした。これはですね、もう本当この動画を撮っている今朝に、水道メーター交換してくれた書類なんですけど、まあこれ全く今後は必要ないので捨てます。で、ヒューロムのやつも使っていて、OK です。で、なんでここに、なんでここにカメラのパンフレットがあるんだって感じなんですけど、これは、確かにこれを隠してるからです。ネティポットも使っていて、矯正の器具なんかも使ってますと。はい。で、最後の上は、夜間です。夜間じゃなくて、鍋。はい、これも使ってるんで、OK です。これがなんでここにあるかっていうとですね、まあ単純に裏にあるやつを隠してるっていうか、まあ、これも捨てます。はい、続いて冷蔵庫です。こっち上は何も入ってません。で、下が、ここに、ニンニクと納豆。で、ここに、まあ野菜だったりとか、調味料類だったりがここに入っているので、まあこれは全部使うので、捨てるものはありません。で、これがですね、唯一の僕ん家の、収納スペースです。はい、ここに布団が入ってます。で、ここですね、本がいっぱいあるんですよね。Kindle でもちろん買えればいいんですけど、その僕がこの本を買った時に時点では Kindle 版が出てなかったので、こういう紙でも一応持ってたりするんですけども、まあでも、もう読まないやつもやっぱあるんですよね。まあ、なので、これは捨てて残ったものはこれですね。で、この奥ですね。なんでこのシャンプーやリンスはお風呂場じゃなくてここにしまっちゃってるんですかっていう質問は、絶賛受付中です。で、この雑巾ですよね。雑巾これ絶対なんか使うかなと思ったんですけど、意外と使わないんですよね。で、これから使うかも。はい、処分です。コロコロも使ってるし、カビキラーも使ってる、洗濯機も使ってる。で、これがワックス。なんか使う気がしないんですけど、でも、まあ、あった方がいいから。はい、迷ってしまったので捨てです。冬に大活躍してくれるあったかいやつですね。で、これがまあ経費、もう段ボールで入っちゃってますね。これも捨てられないので、はい、そんな感じですね。はい、そんな感じです。はい、で今回捨てさせていただくものはこちらになります。迷ったものは持っててもまあ使いません、読みませんっていう、僕もそれは本当に実感しているので、迷ったものを持っていて使った試しがないです。
なので今回ですね、サクッと処分をさせていただきます。はい、ということでいかがだったでしょうか。またドン引きしていただけたでしょうか。僕はですね、またこれからすっきりした気持ちで仕事に専念できるなというふうに思います。はい、この動画がですね、もしためになりました、面白かったですというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。